40代前半の男性ですね。武田先生の勉強や学び方の具体的な手順。はい。例えば、ネットで検索してから Amazon で書籍を買い、はい、論文で確かめる、などですね。はい、まあ、それについてちょっと武田先生はどのように勉強されているのか。そうですね。もう非常に簡単で重要なことは2つしかないので、はい。2つだけ言いますと、まず NHK を見ないってことです。これはどうしてかっていうと、はい。悪い人に付き合わないってことと同じなんですよ。はい。要するに嘘をつく人とか、泥棒の人とか、そういう人と付き合ってると、やっぱり人間っていうのはダメになってくるんですよね。やっぱりその付き合う人っていうのはやっぱり立派な人と付き合いたいわけですよ。嘘を言わない人とかね。だから儲けだけを考えて自分を貶めない人とか、そういう人と付き合わなきゃいけないわけですね。で、それは何かって言ったら、簡単に言えば NHK は人を騙してお金を儲けようとしてるわけですから、そのなんか一周っていうのかな？臭い。あの人臭いね、というところには僕は近づかないんです。別にその人を非難するわけじゃないけど、少しずつ少しずつ身を引いていきますね。例えばネットだったら、嘘ばっか言ってる人いますよね、といくらでも。そういう人は、感覚的にもうわかりますよ。ちょっと顔見ただけでもわかるくらいだけど。それで、だからもうそういう人はもう、あ、それは別にその人はその人でいいから、ちょっとそういうグループに行ってください、ということが一つです。それからもう一つは、もう僕の鉄則は二つしかないんですが、その、嘘をつく人に接近しないということと、それから、だから NHK だから見るっていうんじゃなくて、NHK というものが嘘をつくところかどうかってことなんですよ。僕はね、昔ね、衝撃受けたのはね、大河ドラマって言うんでね、あるところまでは僕は大河ドラマを見れば、歴史も理解できると思ってた節があったんですよ。ところがね、ある大河ドラマからはもう、歴史的考察が全くない、考証が全くない、もうこんなの見たらもう全然鎌倉時代とか、江戸時代っての間違って考えちゃうな、という大河ドラマがあったんですよ。僕非常にショックを受けましてね、あれこれダメだなと思いましたね。それから戦争ものでも、日本軍のいいところを全く放送せずに、悪いところだけ放送されると、映像化なんかされると第二次世界大戦の日本軍の記録なんつって言うんだけど、記録って言うんじゃなくて、悪いところだけ放送する。やっぱり我々はそれに影響されちゃう。これがまず一つ知識を得るときの極めて重要なことです。なぜそれが重要かっていう、知識として重要か、思想じゃなくて。なんでかって言いますと、嘘は体系化できないんですよ。一つのものになってこないんですよ。それは嘘だから。だから NHK の大河ドラマをいくら見ても歴史がわからないってことです。つまり嘘っていうのはいくら重ねてもダメで、それはそうでね、まあ僕なんか科学のあれですけども、1たす1は3とかなんか教わって、次になんか教わったって1たす1が3だからこれ違うなとか思って、全然バラバラになっちゃうんですね。ですから、これはまあ多くの人に見られることで、したがってソースを、つまり自分が勉強するソース、接するニュースのソースなんかを極めてよく考えなきゃいけないということが一つです。もう一つはもう、学ぶことじゃないっていうことなんですね。人間はね、学べないと私は思っております。これは私の個人的な考えで、ちょっと皆さん違和感があるかもしれませんが、慣れるっていうことです。僕はだから慣れるっていうことに全力を注ぎます。ですから私もまあ頭もあれはいいんで、英語も読めるし、あれですから、理解はできるんです。しかし、その時の理解っていうのは、非常に浅い理解なんですね。ですから繰り返し聞くんですよ。まあ、小崎さんなんかもご存知かもしれませんが、僕寝てる時も物聞いたりしてるわけですね。それ何かあったら繰り返すためなんですよ。繰り返して、どんなに少なくても、一個のことを15回以上繰り返さなければ、理解っていうのができないんですよ。理解ができないんですよ。その理解するっていうのと、単に知ってるっていうのとちょっと違うんでね。そうすると、正しいソースから必ず聞いて、その正しいソースから聞く方法は、まあ最初から正しいかどうかわかんないんで、正しいかどうかはむちゃくちゃ聞くんですけど、聞いて、あ、これは顔つきやら話し方やら何やらから全然ダメだなと思うとこれ落としちゃうわけですよ。で、これはね、こういう方法もあるんですね。例えば、まあ、島崎藤村なり、夏目漱石なんかの小説が長い間読まれるっていうのはね、それは本当のものだからなんですね。ところが今のように浮ついたなんか変なその時ばかりの小説はですね、別にそれを僕が好き嫌いで言ってんじゃなくて、
すぐ廃れてみんなでから忘れられますね。まあそういうものは真実から少し遠いんですね。まあ娯楽としてはいいかもしれないから、娯楽として笑い飛ばしてパッと忘れちゃうのはいいんですけど、今のご質問みたいに知識として自分に貯めるものってことになりますと、やはり真実のものに近くなきゃいけない。体系化、自分の体の中に体系化されていかないからね。それからもう一つは慣れるってこと。これが自分の身に染みていくっていう状態ですね。ある僕は35歳か40ぐらいの時に僕の後輩で非常に頭のいい人が来て、武田先生は一回で本を読めば理解できるのに、私は読めない、理解できないんですよって言うから、僕が、僕はどんな優しい本でも5回読まないと理解できませんねって言ったんです。それはこの事実を理解するのに5回かかるんですね。それから、さらに自分のものとなって知識体系の中に自分ができていくってことになると、それは、まあ、よく学生には15回が最低だってよく言ってました。なるほど。わかりました。はい、まあ、そのね、嘘を見極める。だから、早々ちゃんと見極めるっていうことと、まあ、慣れろ。はい、まあ、これはまあ、反復っていうような、感じですかね。先生でさえそれやってるんだからっていうことですから。いや、先生でさえちょっとね、おこがましいけど、人間というものがそうだと思います、僕は。はい。わかりました。ありがとうございます。幸せ砂時計では、メルマガを配信しています。メルマガでは、登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。